ペティル、洋兵、ステム、茎洋兵は植物において洋心と茎を接続している小さな柄状の部分で葉を構成する器官の一つである。葉は基本的に洋心、洋兵、卓葉の三器官からなり、洋兵は洋心を支え、茎と洋芯の間で水、栄養物質、動化物質が移動するための通路として機能している。 傭兵はしばしば卓葉を持つが、創使用植物の葉でよく発達し、木元の40%、総本の20%の種が持つとされる。豆かなど向きくらい運動を起こして、傭心を日光の方向へ向けたり、傭兵の長さの小さな変化により、傭心の向きを変える種もいる。傭兵に卓葉を持つ、犬バラローザコニーナエルの葉。小傭兵は短くほぼ無柄。 服用では小葉をつける葉の中心軸は、葉軸といい、服用における小葉の柄は小葉兵と呼ばれる。葉兵の形は様々で、断面が円形のもの、半円形のもの、鉱軸側に溝ができるものなどがある。南天南寺などメス地下山部、いや、セリカでは、葉兵の基部が肥大して鞘を作り、液がを保護する。葉兵内部の遺か束の形は、 分類群によって様々な型を示し、総じて圧角組織や、公壁組織が発達する。単子葉類の線形の葉は、傭兵が起源であるとされる。また、単子葉類では、葉の株が茎を抱き、傭症となっていることが多いが、これは、傭兵が拡大した部分であるとも、傭兵と拓傭が融合したものとも言われる。傭兵は、すべての葉にあるわけではなく、 シラカンバベチャラプラティフィラスカクセブのように傭兵がある。葉オアリガラバ、フデリンドーゲンチアナザリンジェリーフォークや百日草ジニアエリゴンスジャックのように傭兵がない。養親が茎に直接つながっている葉を、無兵ウと呼ぶ。傭兵がないことを、無柄と呼ぶ。イチョウギンコビロバエルを呼びグネツムカを除く、ラシ植物では、無柄であり、ナデシコ族ナヤンサスエル、オトギリ相続ヒペリカムエル。 林道家、ヤマハハ子族、アナファリス DC、では少なくとも茎症用は、無平用となる。抱え形容の線病。イヌサフランカノブヤレリアパーフォーリータ L の干渉用。月抜きニンド道ラニスラセンパーバイロンセ L の干渉用。アブラナブラシカラパエルバリエーション、オーレフェラ DC のように、無柄で養身が茎を取り巻くことを茎を抱く、または、抱え茎すると表現し、 そのような葉を、抱え形容という。抱え形容を持つことを、アンプレクシフォーリートと呼ぶ。またムガラバのうち、バナの突き抜きホトトギストライサーティスパーフォーリータマサムのように一枚の葉の葉足が著しく発達し、茎を挟んで反対側で癒着したり、突き抜き人道ラニスラセンパーバイロンセールのように二枚の対象用の基部が互いに合着し用心が茎を、 貫いて見えるものを、抜き商用や突き抜き葉と呼ぶ。ウグイスカグララニスラグリシラピス、ミークの土帳枝では、傭兵の基部がつながり、円盤状となる。さらに、傭兵の基部が茎に沿って浴場に下に流れる、ことを添い下すると呼ぶ。ホスアオゲートアマランサスヒブリドスエル。傭兵が長い。コハコベステラリアメディアビルの葉。左の個体では、下部は、 長いとなるが、上の葉は、無柄である。右の個体は、無柄。長さも様々で、コナラクワーカスセルロタ、マレーのように傭兵が短いことを、タンガラ、細青ゲートアマランサスヒブリデスエルのように傭兵が、長いことを長いと呼ぶ。ハコベゾクステラリアエルでは一つの枝の間で、長さが異なることがあり、不要植物である電磁相続マーシリーエルやコーホネ。 ゾクンファール SM では推進に応じて長さが異なる。アメリカ山ならしポップヤラストレミューロイデスミシュックスの傭兵。メディアを再生するソヨグヨーロッパ山ならしポップヤラストレムーラエルの葉。キククリサンセマムモリフォーリアム、ラマトやオーバコプランタゴエイジアッティカエルのように上下に背腹性を生じ、傭兵の外形及び内部構造が左右総称である場合は、 両面傭兵、毒ゼリシーキュタバーザエルやハウチワマメルピナスルティアス、エルのように円柱状で両面の区別がない、放射層症の場合は、単面傭兵と呼ばれる。箱やなぎ族ポップヤラスエルの葉は、陽心面と直行する扁平な両面傭兵を持つ、ため、微風を受けて細かく振動する。葉は、ート町分裂組織から分化した、葉元気が成長してできる。傭兵は、 派元器のうち、末端の予定用針と宅用の形成に関わる部分である、要はじめに挟まれた領域からできる。派元器のうち予定用兵領域は BOP 遺伝子群の発言により特徴づけられる。BOP 遺伝子群は白いヌナツなアラビダプシス、サリアナヘインの葉の基部側で傭兵のアイデンティティを確立するのに必要と考えられている転写活性化因子を高度している。 バップ1、バップ2二重変異体は、陽心と陽平の区別が正しくできない。単純な機能欠損の場合、単独変異体はほとんど表現形を示さないが、単独変異体バップ1、バップ2はどちらも陽平であるはずの部位に陽心が形成される。BOP1 と BOP2 は、共に、要はじめの構軸側に発現し、冗調的に陽平部での陽心形成を抑制している。 傭兵の成長にはフィトクロムが関わっていることが分かっている。植物が持つフィトクロムは赤色光、塩石式光に応答する光需要体である。白いぬなずなでは、そのうちファイアとファイブが主要なフィトクロムであるが、構造上ファイブと類似するフィド及びファイも赤色光、塩石式光に応答し、これらは傭兵成長や石棺伸長、 火星制御に関わることが知られている。葉を含む植物器官の脱落は器官脱離と呼ばれ、傭兵の基部近くに位置する理想体と呼ばれる特定の細胞層内で起こる。理想体は器官分離が起こる、数ヶ月前から器官発生の過程で形態学的、生、化学的に分化する。理想体は等直径で平らな細胞の単層、または服装として、 形態学的に見分けられる。器官脱離の前に、理想体の中に理想ができ、細胞壁が分解されて、葉が植物体から脱落する。落葉のタイミングは、エチレンとオキシンの相互作用により制御されている。落葉した、何点何時なドメス地下では、傭兵が枝に残る。ナカマドソーバスカミックスタヘドルや、カマツカポーティアベローザディークニーのように、 落葉後、傭兵の基部が、東芽の元に残るものもあり、春になると落ちる。オキザリス・ロサ・ジョックの幼虫組織の断面図。ジャカランダ・ジャスメノワデス・サンドウィスの幼虫。欧州島ヒパイシア・アビエス・エイチ・カーストの幼虫。幼虫は、種子植物において、傭兵、または小傭兵の基部付近あるいは上段部が、関節上に肥大した構造で、暴圧運動を行う。 ハシトネとも呼ばれる。幼稚の中心では、イカンタバが集中し、周囲には、柔ら組織が厚く発達し、表面は波打つ。かたばみ属をきざり据える、豆か、山の芋かの植物が持ち、日光の方向に対する幼心の調理運動や、就民運動を行うものが多い。また、マツカの頭皮属パイシアミル、および、ツガ属、ツガカリエアでは、 傭兵はないにもかかわらず歯の着点の直下の枝の組織が隆起し、これも幼虫と呼ばれるが、睡眠運動は見られない。多くの種では、歯の向きの調節は幼虫によって行われている。オジギソウミモザプーディカエルでは、幼虫が刺激を受けると、幼虫細胞の透過性が高まり、活動電位が生じ振動形成運動を起こす。ハウチはマメルピナスルティアスエルでは、 葉は5枚以上の小葉からなり、光需要部位は各小用の基部に存在する。葉虫には運動細胞があり、この浸透圧の変化によって物理的な力が働き、葉虫の向きが変わる。石炭機の化石小用類、封印木シギロリア、ラフや林木レピデデンドラン、スターンバーグの葉の基部に見られる飛行部も葉虫と呼ばれる。横断面は皮脂型。 または卵型で、幼虫を茎状に残して落ちるため、幼根を断面に残して茎状に臨状に配列したまま化石となる。そのため幼女が分かり、幼虫、幼根の形と相互の位置が重要な分類形質となっている。総始重化形者カンフィッサ、マールの2世馬、コア形者コア、ーグレーの葉、木花形詞創作るらけに溢れエイチカーストの補充能、 偽セは、傭心と傭兵が明瞭に区別できる歯の中で、傭心は退化するか小型になり、代わって傭兵が傭心と同じ働きを行うようになった歯である。狩りとも呼ばれる。個体発生上、傭兵に相当する部分が、傭心に類似した形態と生理機能を有するようになっていると考えられているが、傭心の一部が変形したと見る解釈もある。 アカシアゾコアケーシャミルでは二回右上複用の洋芯以外に単葉のように見える葉を持つ種があるが、これには平行脈があり、毛状脈がないことからニセバであるとわかる。創始樹アケーシャカンフィウスサマールには細長いニセバがあるだけで、洋芯は全く発達しない。コアケーシャコア、A グレーでは、ニセバは硬く厚くなり、樹木はストレスの多い環境でも生きられるようになる。 カタバミカのツヤカタバミオキザリスメガローライザージャックでは、傭兵は多肉質で長太く、傭心がごく小さくなり、偽場である。食中植物のサラセニア属サルラケニアエルの補中脳は、傭兵が身長変化したもので、先に小型の傭心がつく偽場である。しかし未完属ストラスウェルの傭兵に、しばしばできる翼は、傭心が大きく明瞭であるため、 偽葉ではない。偽葉溶接は単子葉植物の、養親は創子葉植物の養平に相当し、真の養親を核とする説である。この説は、アーバーにより提唱された。これは、蒸気アカシア属の偽葉に適用されることもあるが、異論もある。カプランは、アカシア属アケーシャや、セリカの偽葉と単子葉植物の葉を比較し、確かに発生学上類似しているが、 用心が縮小した結果ではなく、後軸側の表面が、正軸側に比べ未分化のままである用心の形態形成の代替としてできたとしている。さらに、ノールは、単子用類の用心は、通常モデルにおける、刃元に由来すると考え、これを、陽はじめ説と称した。カプランも、暫定的にこれを指示した。この考え方では、 ネギアリウムフィスティロースサムエルの中空の緑色の部分や、それと、相当な勝負アッカースキャラマスエルや、アヤメアイリスサングイネアドンエクスホーナムの持つ、単面葉は、葉平ではなく、創始用植物の葉芯に相当であり、多くの単史用植物の葉では、その部分は、葉芯の最先端の尖った部分に相当することになる。リーフベースは葉種とも訳され、テイツ、 材川他では、こちらが使われているが、岩波生物学辞典によれば、葉は、陽診の基部を表し、葉はじめは、葉全体の基部を表すという使い分けがなされており、この文脈では、葉はじめに該当する。アイクラーにより提唱されたモデル。騎士植物の葉は、アンターブラッドとオバーブラッドの二つに分けられるとする。ありがとうございます。